いや、ちゃうよ。ラジオネスで今日もやっていくんですけど、今日はね、まずね、まずね、ちょっと、サムネにもね、多分ある通りなんですけど、報告がありましてね、昨日、まあ、多分大多数の人が見て、てか結果はね、知ってると思うんですけど、プレイオフ、キックスに、ストレート負けをして、ポノスはね、敗退しました。それでね、まあ、今年のクララリーグはもうポノスは終わりということでね、まあね、そうですね、本当に応援してくれていた、皆さんにはね、ちょっと申し訳ないんですけどね。勝つことができませんでしたね。そうですね。で、プレーオフは、OGN にもストレート負けをしてしまって、まあ、セット数でいうと0-4っていう感じでね、結構ボロボロになってしまったんですけどね。なんでね、正直勝ちたかったですね。まあ、それはもう今言ってもしょうがないんですけど、まあ、勝ちたかったですね。ってことで、まあ、来年も、まあ、まだあるかは全然わからないですけど、この盛り上がりだとね、あるっていうことをね、信じてね、まあ、約多分、あるとしても半年後ぐらいだと思うんですけどね。そう、去年も今年もね、4月の末に始まってるんでね、まあ、約半年、オフシーズンがあるんですけど、まあ、そこでまたね、バチコリ練習をしてね、もう、自分一人、やばい、変なところで見てた。自分一人でね、もう俺の力だけでもね、優勝に引っ張れるぐらいのね、実力をね、つけたいなと思います。ということでね、本当に応援してくれた方に、ありがとうございました。はい、ということで、今日動画をやっていきたいと思います。またね、リーグも終わって結構時間も取れるんでね、YouTube 毎日、最近はね、たまにその試合の日だとかね、結構、練習してた日とかに、何回かね、動画を、上げなかった日もあったんですけどね、まあ、毎日上がると思います。さすがに。とかね、オフシーズンはね、いろいろ、ドズさんとか、とかね、球場さんとかともね、面白いことをね、たくさんね、やっていければなと思います。ということでね、今、ケオス対ファブが終わってね、その試合の合間に動画を撮ってるんですけど、まあね、ファブをね、応援したいなと思います。そこで、行きたいと思います。とりあえず、トリロイですね。トリロイでマルチ、行きます。よし。で、この動画も、クララリーが終わったぐらいにね、ちょうどにポンってあげれればね、良きかなと、思いますね。いやー今ね、リーグでも使われてたけどね、トリトンロイが結構強いですね。そう、なんでね、今もうリーグが終わって、結構サブアカとかでもね、使ってて、熟練度高いけど、このね、動画とかでは使ってなかったデッキをね、ポンポンね、出していきたいので、ペッカ以外にもね、今シーズンはめちゃくちゃいっぱい使ってたんでね、そう、まあ、ホマカで使ってたジャイとかもそうですけどね、メガナイトウォールブレイカーとかも結構使ってたし、そう、あとこのね、トリトンロイジャイも、サブアカでね、めちゃめちゃアトラゲしてたんで、なんで、普通にね、いいと思います。よいしょ、はい。シャドウ、いや、なんかスケラだった気がするな。変なデッキだった記憶があるんだけどな、俺的に。とりあえず、スケとかをセパして、ウッドとかを回して、オーブンですね。オーブンを適度に回して、オーブンを置いていくって感じですね。うわー、トリトンか。正直ね、トリトンあんま切りたくないんですよね。で、メガゴーは別にいいんですけど、これなぁ。メガゴはいいんですけどね。トリトンはちょっとあんま、結構大事なカードなんで、切りたくないんですよね。タルババかぁ。タルババとなると、キョスケタルババって組み合わせないと思うんだよね。さすがに。いや、あれか、スケラがワンチャンあるもんな。正直、トリトンしたいけど、しちゃおう。はーい。って感じでね、手札を回して。はいはいはい。メガッちゃんね。メガッちゃんがキー。もう一枚ぐらい多分相手出ると思うんで、ケツメガ合わせていきます。で、ここは何が来るか。ゴレですね。なるほど。それは、受ける。とりあえず、どうしようかな。トリトン切ってオーブン切っちゃったので、すっげ、いや、ベビドラかな。あいつ鬱陶しいんで、ライトで飛ばしていきます。バーン、バーン、バーン。で、こうやってベビドラね。よいしょ。OK。よいしょ。OK、OK。うわぁ、なんで負けてんの？うわ。やばい。お前。やばい。頼む。よし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 。
まあまあまあ2700で抑えたんなら全然いい方じゃないですか、ね、でこれオーブン早めに出してあげてね、相手がこれね多分そのトリトンオーブンの形が結構鬱陶しいと思うんで、よいしょ一発センキュー、これでよいしょ、はい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 、なんで、これで回るんで、いやただただしかしね、うわ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 、最悪だ最悪だ、待て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 、これはまずい、これはまずい、これはまずい、これは、ま、マジでまずい、うわ終わったくせえこれ、うわ最悪だ、取りたーかー、最悪だマジで、終わったー、マジくさー、マジっすかー、やっとねだこれ、あーくっそくっそ、マジでマジかー、やべえオーブン、いやでもな結局だったな、防衛ライト打てればよかったかな、トリトンで引っ張られちゃったのがちょっと痛いっすねあれ、いやくっそマジかー、寄付していこう、あエビ割れ出しとこう、うわまあ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 、そういう日もありましょうという感じで、まあね、ひーゴレはねでもね勝ちたいですね正直、トリトンでやっぱキング起動もできちゃうんでね勝ちたいですけど、オーブンをね先に潰されてゴレやられるとちょっと辛かったですね今の、先にだからトリトンをちょっとねロイジェイからちょっと遅らせて出したんですけど、普通にくっつけちゃってよかったですね、ソラも楽で押さえてたんで、おい早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 い、はようございますね、とりあえずはディガーとかかな、ウォールブレイカーってことは、まあ、ディガーとか構えていき、こっち側に攻めてクルマンかな、マジャーチャかー、まあ正直2周目のね、マジャーチャーはもうライト、ライトで飛ばしていこうかなって感じですけども、はい。あ、ベビードラ。よいしょ。ワンチャン召してくるのかな?さすがにね。よいしょ。ボムティワーが来るかな、ボムティワーが。オッケーオッケーオッケー。よいしょ、これはキング起動します、なんかで何も出てこなかったらねキング起動しちゃいます、オッケー、でこれはスケってことはねポイズンがないので、ね、よいしょ、オーブンを出していきます、スケがなかったらねあのポイズン型なんですけどスケがあるん でこれは、ディガーもつなげられないのでこれに対してはメガオかな、はい、メガゴ出していき、よいしょ、まあ、バンバンね、バンバンオーブン、あーでもこれ右にシフトチェンジしてもよかったですね正直、正直なこれボンタ邪魔だな、めっちゃ俺の阻止されるもんな、これ右に変えていいですね、次からオーブン右に立てます、これ右に出してロイジャイデデデン出していき、よいしょ、よいしょ、いいよ、いや待て待て、ライト打っとくか、延命してきそう、なーしてこないんかい、 OK めっちゃ飛ぶめっちゃ飛ぶ、 OKOK、 よいしょ、これで引っ張りケツから組んでいき、はい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 、いいよいいよ、めちゃくちゃいいよ、めちゃくちゃ、オッケー、これは勝ったんじゃない、
これはさすがに勝ったと思うけどね。よいしょ、一発入る。これマジアチャ射抜かれない位置にオーブン置いてね、はいはいはい、そこ射抜けませんよと。奥様奥様、あーやばい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 、マジマジマジ、それマジ、まあ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 、良きかな良きかな、オッケー、もう一発来い、もう一発来い、よいしょー、センキュー、ありがとう、オッケー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 、よし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 、いい感じですね、めちゃくちゃいい感じ。ラストラスト、いきます、7000いってもらおう。このアカウントもね、そう、7070まで一回ジャイでね、行ったんですけど、ね、そっからね、パパパーンってね、ちょっと落ちて、ちょっと落ちちゃいましたね。そう、なんでね、今日はね、ワンチャン、ミラティブとか、俺の YouTube 見てくれてる人、ミラティブ見てる人いるのかな？俺結構、オフシーズンとかめちゃくちゃミラティブやってたんですけどね、最近全くやってなかったんですよ。そう、なんで、あんまりね、あんまり最近はやってないんですけど、もう、そろそろね、ソロ墓地再開しようかなって感じで、今日の夜とかもね、トロ7200行くまで、ね、終わりませんとかね、まあ、ミラティブでやろうかなってね、まあ、うっすらですけど、うっすら思ってるんで、もしね、俺がやるようだったらね、見に来てくれると嬉しいですね。多分やります。多分やります。やんなかったら、俺のことメンションして、やれよってツイッターで言ってください。そしたら、多分、言い訳するか、やるかどっちかと思います。とりあえず、ポイズンですね。メンジーナ、ポイズンだと動けないですね、こっちからは。この手札だと。相手から多分切ってくれると思うんで、待ちたいと思います。さあ、エリゴレかー。いや、だってさ、これさ、気づいたわ。いや、大型カードが来たから、後ろから、じゃない、端前行ったろうか思ったけど、これさ、エリゴレってそういえばさ、あれなんですよね。このカード、そういえば、大型カードじゃなかったわ。3エリだったわ、このカード。気づいちゃった。いや、やべ、これやばい。なんで今ノックバックしたやん。今全然アド取れんし。あーやばい、終わる。あー、アドも取れないし、もう何もない。今の俺には何もないわ。正直。チリスケが生まれたら、いきますか。いや、マジでさ、それさ、もうね、このね、エリゴレ、普通のカードだったらね、普通のカードだったらやりすぎなんですけどね。ね、やりすぎじゃないですよね。これが攻めすぎじゃなく終わるっていう、この、わかるかな、これ。これスケ剥がしちゃえばトリトンで引っ張ってくれると思うんだよ。マジっすか、危ね、下打ちしそうになったわ、よく危ない危ない。なんで守れないのって話、これでこんなに出して真ん中、ジャイより勝てよ、こんなのマジで。よいしょ、それはちょっと美味しいか。いや、何にも美味しくないな。エリゴレでもね、今シーズンね、エリゴレに勝てないと人権ないんですよね、残念ながら。人権を取り戻すためにエリゴレに勝たなきゃいけないですね。あー、持ってかれた。でも今日はね、短めに終わろうと思ってたんで。もうこの後動画ね、すぐアップする作業に入ってね、ファブを応援しなきゃいけないんで、僕は。はい、なんで今日はこの辺で終わりたいと思います。多分この動画も、クラリーグ終わったぐらいにね、上がると思うんで。おそらく、俺予想ですけど、この辺毎回いつもね、上がる時間をね、その、動画の最後に予想してるっていうのがね、マジ謎すぎるんだけど、だと思うんでね。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、マルチの動画とかね、いろんなデッキでガンガン回していきたいと思うんでね。まあ、ペッカの解説とかもね、主軸に
しつついろんなデッキもね、こうジャイとかロイジャイとかもねやっていこうかなと思うんで、毎日投稿頑張りたいと思います。なので、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、最後に本当に、応援してくれてありがとうございました。またね、来年は絶対世界大会行きたいと思いますんでね、もしよければ応援よろしくお願いします。ということで今日は終わります。バイバイ。